森田選手に来ていただきました、今全体試合全体を振り返って、いただくとどんな感じですか。まあ、油断がなかった中で、まあ、100% 準備してきましたし、まあ、実力で敗退したのかなと思います。まあ、コスタリカの守備が硬いというのは、試合前から分かっていたことだと思うんですけども、そこを崩すためにチームとしてはどんな狙いがあったんでしょうか。やっぱり失い方がどうしても悪いとカウンター食らいますし、まあ、絶対にこう先制点が欲しかった中で、まあ、こっちの攻撃はすごく効いてはいたんですけど、やっぱり点が取れなかったの で連携ミスで失点して、まあ、苦しくなってしまったのかなと思います。次まだスペイン戦迎えると思うんですが、意気込みを一つお願いします。でも絶対に次は勝たないといけなくなりましたし、まあ、本当に強い相手ですけど、この数日しっかり準備して絶対に勝ちます。ありがとうございます。ありがとうございました。森田。